では本日、微生物カプセルによる p ファス有機フス化オーツの PFAS の高効率分解技術についてご紹介させていただきます。えっと、まず、えっとまあ、本技術でまあ対象とする PFAS ですけれども、 えーとまあ、パワフロールアルキル化合物のまあ略でして、ねまあ、炭素差が完全に不足化された雪不足化合物です。まあ、用途としては包装、まあ、剤や、えーとまあ、消火剤、それから、えっとまあ、フライパーなどの焦げ付き防止剤などなどに使われておるんですけれども、えーまあ、入体時の発育障害や、まあ、顔面液障害などの毒性があることが、えー、分かりまして、えーとまあ、現在、えー、多くの国で規制、まあ、が始まっていると。 よ、えーまあ、この物質の特徴として、えーとまあ、生体内でも、えーまあ、数年にわたって半減期が半減期が数年にわた,わたるという、まあ、長期に残留性があるということと、まあ、環境中ではまあほとんど分解されないために、まあ、永遠の化合物フォーエバーケミカルというふうに呼ばれたりすることもあります。 えっと、まあ、この PFAS ですけれども、えっと、まあ、炭素差の長さの違うものが多くあるんですけれども、えっと、まあ、最近、えっと、まあ、規制が始まっているものとしては、えっと、まあ、炭素差が8つの PFOS と p r という2つの物質があります。で、まあ、2009年以降、まあ、米国日本等で、ま、製造禁止になっておりますけれども、えっと、に多く、えっと、検出されておりまして、えっと、非常に低い、えっと、 基準値が設定されています日本国内におきましては、えーまあ、暫定値でありますけれども50、50ナノグラムパーリットル、米国におきましては、もう現在4ナノグラムパーリットルというような非常に厳しい飲用水の基準値、あるいはガイドライン値というものが設定されてきています。で、まあ、これら、えーとで、さらにですね、まあ、米国ではこの2つ以外の、えー、PFAS 炭素酸の長さと異なるものも、えー、と対象になりつつあります。 で、これらの PFAS ですけれども、えっ、ー、と、これまで多くの用途に使われてたこともあって、水道水、河川水や、まあ、野生生物の体内、まあ、あるいは人の体内でも、えー、と蓄積されていることが報告されていまして、国内では、まあ、環境省が2022年度に行った調査で、えっ、ー、と、まあ、1258点,点中111点で、まあ、暫定値を超過しているというようなものになります。 こちらの PFAS ですね、飲用水源から除去するための従来の方法としては、吸着やマクロ化などの物理化学処理があります。除去に関しては、こういった吸着やマクロ化なので、十分なあま除去は可能であります。 吸着やマク,ロマクロ化といったものは、えっと、無毒化する技術ではなくて分離技術ですので、えー、マクロ化によって、まあ、濃縮されたもの、あるいは吸着して、吸着した後、えー、まあ、再生して出てきたあ濃縮液などを、まあ、最終的には無毒化することが必要になります。で最終的な無毒化の、まあ、方法としては、まあ、物理科学的な分解と生物分解があります。まあ、それぞれ一応一端ありますけれども、えー、物理科学的分解としては、 基本的には酸化分解になります。光触媒、電気化学、光化学分解なのですけれども、まあ、どれもエネルギー消費が大きくて、まあ、そのためにコストが高くなるというところが欠点として挙げられます。一方、生物分解というものもまあ多くの研究がされておりまして、えー、生物分解の場合ですと、そういったコスト面というものが非常に小さくて済むという点がありますけれども、ただ、えっ、ー、と、 なかなか生物が分解しにくい、もともと難分解性の物質ですので、まあ、分解が遅いというところが、えっとまあ、この生物分解に無毒化のボトルネックというふうになっています。で本技術では、えっとまあ、微生物をカプセル化することで、まあ、この分解を促進する、除去分解を促進するということを目的とした技術であります。 で微生物カプセルについてえと簡単にご説明いたします。まあ、この、えー、と微生物カプセルはさまざ、あ、まな形がありますが、本技術の微生物カプセルは、えーまあ、このバクテリアを,どをアルギン酸のビーズにまず閉じ込めた後、その後、有機膜で、えー、と包含した形のカプセルになります。でえー、とこのような、えー、と微生物カプセル。 ねえっとまあ、PFAS に限らず、えっと、その他の難分解性物質で、こういったゲルや有機,物有機マークのカプセルに分入することで、まあ、他の細菌、処理プロセスによる他の細菌との競合から保護する、あるいは外部環境からの、まあ、細胞ストレスから保護するという効果がありまして、えー、他の物質において、えー、こういった分解微生物を カプセルに閉じ込めることで、えー、と分解が促進され,るされる例が報告されています。で、まあ、本技術では、まあ、それを、えー、と分解が困難な PFAS に応用するということで、えー、と高効率な PFAS の生物分解プロセスの実験を目指した技術になります。 で本日、えっと、ま、二つの、えっと、構成要素からなっておりまして、えっと、一つは、えっと、PFAS を分解する、除去分解する細菌と、えっと、ま、それを封入するカプセルという二つのコンパートメントがあります。で、まず、えっと、PFAS 除去細菌の方について、えっと、ご説明させていただきます。えっと、ま、こちらの細菌は、えっと、下水処理場の活性をで、 から、えー、と集積をしてカセオデに、p、え、f、ーねえー、まあ、s、えーまあ、今研究では、まあ、PFOS と p アの2つのものを含,含んだもの、倍値を、えー、で連続培養して順地を行った たのち、えっ、ー、と経大さらにえっ、ー、と濃い濃度の倍置で経大倍を行って最終的には寒天倍置上で単離をしました。まあこの段階ではえっ、ー、とまあ P フォースを分解するとは限らずまあメタノールを基地として加えてますのでまあ P フォス P フォース P フォアにまあ耐性を持っている、えー、細菌を単離してきたということになります。 でまあ、これらの、えーとまあ、取ってきた8つの、えー、と集積株に対して、えーまあ、PFOS の方ですね、えー、スルホン酸基の持っている PFOS の方の、まあ、分解資金を,を、えー、と行ったところ、えーまあ、これらは、えー、と除去性能も持っているということが分かりました。まあ、速度の方については、えーとまあ、6週間でまあ最大70%の除去ということで、えーとまあ、多くの場合、えーと お新菌類ですね、えー、ファンジャイでの、まあ、PFOS の分解というのが報告されてますけれども、えーとまあ、本これに関しては、えーとまあ、細,菌細菌によって、えーとまあ、除去できているということが確認できました。で、まあ、そういうの、まあ、集積期間どんな細菌が含まれているかということですけれども、えー、と完全な対立はできませんでして、数種類のまあ数種類の 最近混在する集積株というふうになっておりますけれども、えー、ま主にパラコッカスやハイ,イフォーマイクロビウム属といったものが大半を占めるような菌、えー、層になっておりました。で、まあ、この中でですね、えーまあ、PFAS の除去率が高かった、えー、とこの S3 ですね、とえーまあ、かつこの種類も中身の、まあ、純度が高いという。 とことでえー、と微生物カプセルに選抜をいたしましたなお同じような実験を P4A ですね、えー、とカルボキシルキーを持ってるものでも行ったんですけれどもカルボキシルキーを持って P4A に関しては、えーとえー、とほとんど分解されないという結果になりまして、まあ、この菌は PFOS は、えー、と除去分解可能ですが P4A は、えー、とできないというようなものになります。 で、これを、えっ、ー、と、まあ、今度微生物カプセルに封入して、同時化性の評価をしております。えぇ、ー、まあ、この p フォスの分解細菌を培養して、まあ、そこに、えっ、ー、と、アルギン酸ナトリウムを添加します。で、それを、えっ、ー、と、塩化カルシウム容器に、まあ、シリンジを使ってポタポタと落としますと、えー、まあ、アルギン酸のゲル状のになりまして、このゲルの中に、ま、培養液の中の細菌を閉じ込められた状態になります。で、さらにですね、えっ、ー、と、これ、 をですね、えっ、ー、と、NNP に、えっ、ー、と、溶かした、えっ、ー、と、ポリスアルポンのポリマーにつけて、えー、純粋の中で、えっ、ー、と膜、膜の形成を行うということを行いました。実際出来上がったものっていうものは、大体、まあ2、2ミリ程度、2、3ミリ程度の、ま、直径で、えー、ま、見た目としては、えっ、ー、と、まあ、アルギーサービーズはこの半透明な形になりますけれども、えっ、ー、と、膜で、えー、包んだものは、ま、膜の、 ポリサルフォン膜の白い色をしております。ポリサルフォンについては、濃度を2つ変えて、実際の性能を評価しました。でまあ、これをです、ねえーとまあ、実際の PFOS の溶液に添加しまして、えーと、除去実験を行いました。えー、と条件としましては、カプセルに封入しない微生物。 のみそれから、えー、と膜をでコーティングをしない、えー、ゲルビーズに微生物を封入したもの、それから、えーとまあ、ポリサルフォン膜でさらにコーティングしたもの、まあ、ポリサルフォンの濃度が、まあ、2種類、5%、10%という、まあ、試験 A と,、えー、と、試験 B は微生物なしですね、えーとまあ、自己分解や、えー、とカプセル自体への吸着を評価するために、えー、同じ3種類の。 まあこのカプセル状のものを微生物なしで、えー、入れて、えー、と実験を行いましたで。その結果ですけれども、えーとまあ、詳しくはえっとこちらの論文の方に掲載しておりますが、えー、まず除去試験の方で微生物ありの方ですけれども、えー、と微生物を封入したい場合ですと、まあ、えっと6週間でまあ70%程度。 あつまり30%の除去になりましたけれども、封入することで、えー、とさらに、えー、と多く除去されるということが明らかになりました。でその中でも特に10%ポリサルフォンで、えー、コーティングしたものというものは、えーとまあ、6週間でまあ8割、えーとまあ、3週間まででまあほぼ8割の除去を実現することができました。でえー、と吸着試験の,方の結果を見ますと、えーと こちら、すみません、見にくいですが、このグレーの丸のが10%ポリサルフォンですけれども、えっと、吸着によっが結構器用があるということで、えっとえー、吸着も起こっているということが明らかになりました。でえっとまあ、この2つの、えっと、カプセル、まあ、このゲルビーズと10%の方が熟率が高かった理由としては、えーまあ、60 このゲルビーズや5%のポリサンフォーマッでは、えっと、物理的に核半値に壊れてしまうということで、まあ、10%のものは6週間ずっと安定なあ形状を保っておりまして、えっとまあ、この形状をきちんと保っていたことが、えっと、除去された理由というふうに考えられます。で、えっとお まあこちらの膜カプセルのまあ断面、この膜のところの断面になりますけれども5、5%、10%。では5%の場合ですと、非常にこの膜の殻の部分がですね、非常に薄い、薄くて中は空撃が、大きい空気ができていますけど10、10%の場合はまあ分厚い膜ができ、十分な厚さを持った膜ができていて、いわゆる柱と梁のようなえと構造を持って、え、ー きちんとまあ丈夫な膜が形成されていたということがあ、電子顕微鏡の写真からも確認されました。でまあ、実際では、その輸入した微生物がまあ生きているかどうかということも、えー、と大事なんです、えーと。膜に吸着して、まあ、その後膜に吸着したものが、えー、と生物によって、えー、分解、あるいは吸着されているかということを確認いたしております。えーと まあこれ、えー、6週間後の除去試験の後、えー、とカプセルをまあ半分に切り、えー、薄く切りまして、その中の正菌、えー、染色を行ったものです。でこの緑に光っているものが正菌、えー、生きている菌になります。えー、と青い方は、えー、と死菌、まあ、死んでいる菌も両方、正菌も両方、えー、と発色する染色剤になりますけれども、まあ、多くのものが、えーと 生きてて存在している6週間後も生きて存在しているということが確認できました。また分解の方もですね、えーまあ、FT マスによって代謝産物の網羅的な解析を行いましたが、えー、その中でいくつか、えーとまあ、フッ素化合物、まあ、この溶液中にフッ素化合物に。 というものは PFOS しか入れておりませんので、PFOS 以外の物質化合物がまあいくつか検出されておりまして、この中の一部のものは、他の過去のまあ研究でもえと分解産物としてえと報告があるもので、膜への吸着に加えて PFOS の生物分解も起こっていて、その両方によって除去が行われているということがまあ確認できました。 でもう一つですね、あの、まあのま難分解性物質の生物分解の場合ですと、まあ難分解のものなので、えっとメタノールをまあエネルギー源として添加するということがよく行われますが、まあ、えっ本、と、細菌に関しましては、メタノールをまあ、加えても加えなくても、えっとそれほど成分改良は変わらなかったと。えっと、全体としては、えー 投入した PFOS、除去された p フォスのうちの大体半分ぐらいがカプセルに吸着して、1割ぐらいが実験中に自然分解、あるいは実験機器に吸着、で2割がエキソニーに残っているとで。その差分を取ると、まあ、成分解が15%、メタルのない場合も22%。まあここ まあ誤差の範囲だと思われますので、まあ、15%から20%ぐらいは、えっと、メタノールがあってもなくても6週間ぐらいで、えっと、分解されているというふうにまあ考えられました。 以上が、まあえっと、技術の説明ですけれども、まあ、この技術の特徴、従来技術の比較としましては、えっとまあ、従来技術で困難だった PFAS、まあ、特に PFOS の、まあ、生物処理に、えっと、成功しております。また、えっと、生物分解というのは、まあ、非常に遅い処理なんですけれども、カプセルを膜で、えっと、覆うことによって膜への吸着効果が、まあ、あるということが分かりました。これは、えっと、どういうアプライの仕方があるかというと、えっと このカプセルを投入して、膜に投入す、膜に吸着させると。そうすると、数時間で,です、ねえー、とそれを取り出して、その後、えーと、長い時間かけて生物分解を進めることができる。つまり、生物分解のみですと、 何週間も、まあ、そこで、えっと、プロセスの処理を行わないといけないんですが、まあ、このカプセル自体に吸着能があるということで、えっと、それを利用することによって、まあ、迅速な除去、その,後の、えっとのそのまま同じものを培地に入れることによって分解というようなプロセスが可能になるというところが、まあ、大きな特徴になるかなと思います。はい まあそうですね。三つ目はそうですね。本日のとに、物理化学、吸着による除去と分解に無毒化を組み合わせたプロセス設計が可能になります。で、まあ、想定されるようとしては、えっと、まあ、今後、えっと、PFAS に関しては、まあ、さらなる規制強化が行われるというふうに、まあ、想定されますので、まあ、そういった PFAS の含有している排水処理、あるいは、えっと、揚水、浄水への処理への適用が、 考えられますで具体的なプロセスとしては、えっとまあ、水道浄水処理の中で水道減水となる地下水の連続処理や、えっとまあ、工場等から出てくる PFAS 有洋排水の処理あるいは、えっとまあ、マクロ化や、まあ、吸着処理物理化学処理を行った後の、えっとスの PFAS の濃縮水ですね、まあ、その無毒化処理,処理無毒化処理への適用が、まあ、期,待でき期待を期待しております。 で実用化に向けた、まあ、課題ですけれども、えーとまあ、一番大きいところは製造プロセスでして、まあまあ、現在、ワックカプセルは、えー、と一つずつ手作業で、まあ、製作している状況になります。でこの製作について、えーとまあ、実際に実装するには、まあ、機械化して、えー、作成するということが必要になります。 でまあ、このポリマーの粘性が高粘性や、えーとまあ、そのっの、えー、との膜形成の段階なので、どうしてもなかなか、えー、と大学の研究室レベルでは、えーと、製造を自動化することはまあ困難ですので、まあ、そういったところに民間企業さんのまあアイデアや経験をいか活用していただけると良いというふう、良いなというふうに思っております。 でまた、えっとまあ、本実験ですね、えっとまあ、PFOS を含む、えっと、汚染水、まあ、具体的には、えっと、お環境水に PFOS を添加したような条件で、えっと、実験をしておりますけれども、さ、えっと、まざ、あ、まな排水や環境水によって、えっと、共存物質等が異なりますので、まあ、そういった実証というものが必要かなというふうに考えております。 でまた、えっとまあ、分解性の高い、まあ、分解微生物の探索ですね。まあ、こちらはなかなか、えっと、大学では、えっとまあ、人,人力が、まあ、足りないので、まああ、広範囲に探索することは難しいですが、えっとまあ、現在6週間で、えっとまあ、6週間や、まあ、ぐらいかかっていますけれども、 まあより高効率な微生物をまあ探索できれば、それを封入することによって、より高効率なプロセスになるというふうにまあ期待しております。最後、企業さんへの期待ですけれども、機械化可能なマックカプセルの製造プロセスの開発や、またこのマックカプセル、今回 PFAS をまあ対象にしていますけれども、それ以外の有用微生物の応用に。 適用可能ですので、マックカプセル自体が、えっと、機械化できれば、さまざまな、えー、と有用微生物、難分解性物質の分解微生物のプロセスの実現に、えー、大きく貢献できるというふうに今考えています。また、実際の環境水や、まあ、PFAS のまあ排水や、まあ、その排水を処理した濃縮液を用いた実,実証実験やプロセスの開発。 それから新たな、た PFAS 分,分解細菌の探索、まあ、そういったことをしていただけると、えー、この技術の実用化に大きな一歩になるというふうに考えています。えーまあ、我々からあの民間企業さんにお手伝いできる。 貢献できることとしては、カプセルの製造手法や PFAS 分解、微生物の集積をどういった手順や手法でやるかということの技術指導を行いますし、私自身はさまざまなプロセス開発の研究をしておりますので、でこのカプセルをじゃあ具体的にプロセスに落とし込むには、どういったような設計にすればよいかといったところの助言や技術指導ということが可能です。また、実証実験のためにさまざまな水、 が必要になる場合もあるかと思いますけれども、そういったものを、まあ、我々の大学の近く中心になりますけれども、まあ、環境水を、えー、サンプル、下水,、まあ下水えー、河川水、故障水、地下水等を、まあ、サンプリングしてご提供するということは可能と思います。えー、本日に関す,関する知的財産,権は財産権はこのようになっております。はい。 お問い合わせは必ず大学 TL までお願いいたします。以上で発表を終わります。